こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は久々に手入れ小屋からお伝えします。多くの盆栽がある中で、私どもプロが作ってお世話するもの、またお客様に行って何十本何百本に一本かはちょっと状態が悪くなったり、枝がなくなったり、いろいろなことが生き物は起きます。今ここにあるこの真柏も長くお客さんが持っていたもんですが、一度きちんとできた飾れる木だったものが、一度培養上の柵が悪くなって、枝が枯れて木の色が悪くなって、その時に何をするかといえば、触らないということも大事なんです。木が傷み始めてから4年、木の自浄努力で再生することを願って、見てください。こんなに強く芽が伸びるまでになりました。木はとにかく元気にすることが大事です。形ばかりにとらわれて、作りすぎると枝が傷みます。一度ここまで元気にしたことで、ここからこの木が再生する姿を皆さんにお伝えしたいと思います。今日はこの木のもう一度新たな姿を作るのに若き先生を呼んでいます。森山先生、一つお願いします。お願いします、はい、朝からすいません。作宇天内閣総理大臣賞受賞、森山義彦先生に今日は無理をしてこれをお願いします。先生、一度荒れたんですけど、今はとても元気だと思うんですよ、はい、ここまで元気になればいろいろな手入れっていうのはできると思うんですが。そうですね、もうこのくらい元気になれば、はい、もう針金かけしても大丈夫ですね。多分ここにいい枝があったんでしょうけど、まあ残念ながらなくなりはしましたが、なんとか先生、これ新しい姿になりますかね。そうですね、まあ枯れちゃってもったいないですけど、これをシャリにして、で生かして、はい、で上の枝は元気なんで、それがどれだけ枝を下ろせるか。なるほど、新しい木の顔にするわけですね、はい、はい。一つ今日は先生のこの木の新たな再生を見ていただこうと思います。お楽しみください。大切な落ち枝は枯れてもう4年、しっかりとしたシャリになるまでの硬さになりました。甘い皮を剥き、本来のシャリ感の枝になるように今剥き上げ作業が進んでいます。細かい作業の前に、無意味な細かい枝シャリを取り、そこから本当のこの木の枝シャリの味わいとなっていきます。森山さん、やっぱりそういうふうにペーパーでシャリを剥き上げる方がいいんですね。そうですね、剥いたままだとまだ甘皮がちょっと残るんで、それをしっかりと取って、じゃあ自然な感じを出すのに、はい、そういう紙やすりで取ってあげるってことですね。はい。水水の皮を剥き上げるとシャリっていう感じになってきますね。そうですね。最終的には綺麗にこういう幹のシャリも枝シャリももっと細かく磨いて、最後に薄い硫黄合剤で白い味わいを出すんですが、とりあえずまずはここから木作りをお願いしたいと思います、
この木のように棚のどこかで傷んだので、だんだん端へ端へ、そして一番環境の悪い場所に必死に生きるような木が皆さんの棚や知り合いのところにもありませんか。枝がなくなったり姿が壊れたりしても木は必死に生きています。人間が形がいい、姿がいいと思うのと反面、木は自分で枝を枯らし、残された根や力で必死に生きようとしているんです。忘れないでください。そのような木が盆栽界の棚、また皆さんのご家族が残したものにどれだけあるでしょうか。もう一度見直せば、その子たちもとてもいい顔を本当はしているんです。私はここにいます。そんな声を盆栽たちは伝えようとしているかもしれません。人の愛情と技によって生まれ変わる。これも盆栽の楽しみなんです。いろんなことを教えてくれる盆栽。皆さんもう一度見直してやってください。若き名将、将来の日本を代表する盆栽作家の道を歩く森山義彦さん。九州の地から出て、ご自身でこの埼玉の地で開園してしばらく経ちます。森山先生といえば、木村一門の若き作家として活躍されていますが、彼の棚は決して名木だけではありません。30代の中、ここから10年作り上げれば、そのような木が多く棚にあります。おそらく彼の頭の中には完成された姿が、その10年後が描かれるんでしょうね。棚の端に置かれていた一度傷んだ木、いかがでしょう。びっくりするように蘇ってきました。盆栽は何度でも生まれ変わることを見せてくれてます。森山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。見違える姿になりましたけれど、ここからはこれどういうふうにすればよろしいんでしょうか。あとはシャリをもうちょっときれいに磨いて、じゃあもう一回軽くペーパーで磨いて、はい、はい。で、青子がついてるところはちょっとブラシとかで、じゃあこのシャリ味をもう一回いつものように磨き上げて、はい、そこから塗り直してと。そうですね。なるほど。じゃあここからしばらくの間は培養になるわけですか。まあそうですね、植え替えは今年は控えて、とりあえずこれ、はい、で、じゃあ春まで待って。そうですね、春に。どうでしょう、先生がご覧になって納得のいく形に全部仕上がったでしょうか。一つちょっと問題があって。ほう。この後ろのいいシャリが、はい、この前のシャリでちょっと隠れてるんですよね。こうなるわけですね。はい。なんでこうちょっと短くしたいなとは思うんですけど。なさってください。いいですか。もう、はい、先生が思うように。ちょっと、おーおーおお。
うわなるほど。交差していて空間がないので、そこに空間を見せてるわけですね。そうですね。あこうすると下の鎖もよく見えるようになって。なるほど。はい、じゃあここからはちょっと仕上げやそういうのをやってっていうところで、はい、森山さんがここに費やした時間がわずか2時間。2時間で4年間眠らせた木が蘇りました。どうでしょう、いろんなお客さんのところ行くと棚にありますよね。あ、傷んでかわいそうに一枝になってるけど、ね、元気になりかけてるんですね、あこれどうにかすればなんとか良くなるなっていうのが、どうにかなるんですよ。ですから皆さん、もう一回そんなところ足元を見てやってください。今日はどうもすいません、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。棚の隅にあった木が今こうして新柏の立派な盆栽として床の間に上がっています。揺れ立つ立ち上がりから竜神のようにシャリ感を抱いて天に向かう姿、各枝枝は雲をつくようなたなびく姿となっています。空間優美という言葉があるように、木の空間を生かして、そこに配置された枝の姿。切り取られた枯れた枝は、今はシャリ枝となって、この木の風雪を物語っています。いかがだったでしょうか。今日のわびチャンネル、森山先生の神業というか、わずか2時間で仕上げる仕事、腕のほどがわかります。こうして森山先生の仕事が終えた後、シャリ感を磨き、硫黄合剤で色を戻し、これをあと1、2度さらに繰り返すことによって、まさに白人の世界が浮かび上がってきます。盆栽は最後にこのような姿で皆さんの前にお届けするものです。木は人が心を注ぎ技を注げば、もう一度皆さんの前に立派な盆栽として蘇ります。ぜひこんなことも皆さん忘れないでください。こうしてこのようなビフォーアフターの手入れ、水石から飾り展示会、幅広いアーカイブがわびチャンネルはあります。よろしければチャンネル登録をして多くをご覧になってください。本日もどうもご視聴ありがとうございました。